はい、こんにちは、三年咲太郎です。今日はですね、京王八王子駅から徒歩歩いてすぐのところにあるスパゲッティのお店のピアピアさんというところに来てます。なんかこちらに 2.5 キロの元帥っていうね、チャレンジメニューがあるということなので、今日はね、こちらに挑戦しようと思います。これなんですけど、2.5 キロのやつを時間45分以内に食べたら成功のチャレンジです。料金はね、無料とかにはならないんですけど、失敗した場合はお店の中で大声で謝るっていうね、ちょっと変わったチャレンジメニューです。今日はね、じゃあゆっくり楽しんで頑張ろうと思います。デカビタで乾杯、いただきます。美味しい。エナジーチャージ、やってきました。すごいめっちゃ重いです。私ね、ナポリタンとミートソースで選べたんで、ミートソースにしました。なんかロメスパって言ってね、すごい炒めたね、ちょっと変わったパスタみたいです。すごい楽しみ、初めて食べるので。トッピングでね、オムレツをトッピングしました。45分チャレンジ、ちょっと頑張ります。はいはい、はい、いただきます。すごい熱々、美味しそう。いただきます。あ、結構太め、美味しそう。いただきます。
ません。あ、終わりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ってことで完食しました。タイムがね18分11秒でした。ゆっくり食べたんでね、そんなに今日は急がずにゆっくり味わって食べれました。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。初めてね、ロメスパというスパゲッティ食べたんですけど、なんかね、ここがすごいね、ソースが甘くて、トマトがめちゃくちゃふんだんに使われてて、すごいね、子供が好きそうな味のパスタでした。美味しかったです。最高でしたね。京王八王子駅から本当歩いてすぐのところにピアピアさんっていうパスタ屋さんがあるので、ね、もしよかったらぜひ行かれてみてください。なんか他にもすごい美味しそうなメニューとかあったんで、私もね、普通に食べに行きます。ということで今日はありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。